手品なんかも基本的には人生の中でうん、うん、自然な流れで出しておおってなったっていうのは23回でいいと思うんですよ。そうだねやっぱりねあの、はい、人と人がこう対面した時には、はい、言葉を交わさないと分かんないこと多いですね。ははははい、い、い、い急に来ましたね岡田さん で、その、うん、言葉のキャッチボールだの、言葉のなんないの、よく言うじゃん。はいはいはい、あます、ね。あれで会話が成り立ってて、うん、でも、あれって、本当に、その、会話だけで。うん、あの、<laughs> なんていうんですか、人間性を。な,なんで笑うんですか。<laughs> あの、今日は絶対に脱線させないぞっていう。<laughs> <laughs> 圧がすごいなと思った。<laughs> 前回脱線した経験がある。<laughs> えい、いいんですよ。あの、僕は。大丈夫ですか。好きなの。 はいすみませんすみませんすみませんはいが好きなうもう大丈夫ですもうもう鳥籠に入ったつもりで話しますはいレールの上であなたあのレールの上でどうぞガタンゴいやいやあるあるあるさいなもうえっと回会話会オラは渋谷、渋谷あのモノマネ好きな人なの僕ですかはい得意な方ですモノマネが上手な人下手な人の違いとか聞きたいですね。 やっぱあれしっっぱしかかかり見ててるかどうかってとこですまねモノバレが,モノバレがあれはもう技術ですからやっぱりこうしてどうんでしょうあれおしゃべりとかコーデとかと一緒だと思うんですよ。僕はものまねで人を楽しませるっていうところに興味がないんでやらないですけどうん、うん、そういうことが好きで興味がある人はやっぱり何を一番力つけて。あの 時間かけてるかっていうと、うん、絶対にこう自分本位じゃなくってカメラに撮りながら音声を聞きながらこういうふうに首をかしげたらこあの人に見えやすいんだなとかここぐらいまでオーバーにしないと伝わらないなとかそういうこの話し方声の出し方もそうだし、うん、ものすごい細かいところまで計算してはい、はい、作り込んでますよね。 あの、一般の人でもモノマネがふってやってうまい人いるじゃないですか。はいはい。ああいう人はやっぱ普段からやってますよ。ああ、家でね。絶対やってる。こっそりね。うん、こっそりやってる。で、それを、さらっとやってるよ見せたり、さらっとその上司のモノマネをして、爆笑をかっさらうみたいなところは、ちゃんとその準備がありますよ。うん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 。なるほどね。はい。準備すべきなんだ。ちゃんと準備してます、あれは。うから 何、あのー、て言うんでしょうね準備ともう一個大事なのはやっぱり。 出すすタイミングだと思うんですよねどこでやるのかっていう。うまくできるとひけらかしたくなっちゃう人って多い、ね、はい。はい、<laughs> そうだから芸人さんではないからそれやっちゃうと寒いわけですよ。うんうん、芸人さんはニーズがあって呼ばれてお金もらってやるから「うんうん、はいどうぞ」でワンマンショーなんだけどうん、うん、やっぱり素人のものまねってのはのは、まあ、一番いいのはそのやっぱりで身近な色の濃い上司とかじゃないですかをちょっとチラッとやるとか。 でそれにしたって、うん、じゃあ、どこでやるかなんですよね。うん。うん。どこでやるかっていうのを、やっぱり、それが自分から振って自分でやるだと、<laughs> あ,あそれしたかっただけなんだってなっちゃうんで。なるね、うん。やっぱり、こう、相手から振られた時にやるっていうのが、うんうん、すげえ怒られてさ、つったとかって言われるあうん、ふはつってた、あ,あ、似てるみたいな感じにした方が、絶対よくって。<laughs> <laughs> ああ、うん、やっぱり出すすすタイミングって大事ですよ、ね、大事事ででよね、うん、多くの方がやっぱり芸とか、うん、そういうなん自分の得意特技もそうだよねなんか持っちゃうとうこれで俺俺は認められたいっていう気持ちがすごい先行しちゃうそれあのでなるたんともこの前ちょっと話したんですけどほうほうあの手品。ペジ <laughs> いやそうなんですよ、手, <laughs> 手品って言った瞬間に、うん、そうやって笑うのが正しいリアクションなんですよ、本当に、その、うんうん、なノタも全く同じリアクションでしたよ、私も同じリアクション、手品って出たときに、もう笑うしかない、もう,もう目に浮かぶわけですよ、<laughs> その光景が。ああ <laughs> あ、早い,、はい、ああいう人ねっていうね、どや顔で手品してくる。<laughs> <laughs> <laughs> 人が浮かんでくるわけですよ。で、出ちゃうね。出ちゃうんですよ。うん、だから。そ、その、やっぱ、どんな特技があっても、手品が得意だとか。うんうん、まあ、まあ、なでしょう、ね、あと、人に広め、ついついやらかしやすい手品って言ったら。なでしょうね、まあ、歌とか音楽とかもそうなんですかね。もうそうだし、ね、そう、そう。あと、ラップとかもそうなんですかね。ラップもそうだね。即興ラップとか、ね。うん、あと、ダンスとかもそうですよね。<笑><笑>あ、そう、あと、なんか、人を眠らせて、こう、操る。 だんだん特定の人になってきてますけどあの、まあ、まあそういうものっていうのはうん、うん、正直基本的には、まあ、まあ今の中でもまだダンスなんかは例えばこう、うん、音楽かかってて<あー> <laughs> でみんなが踊ってる場で踊ってって、うん、だんだんこう全体が盛り上がってきたらちょっと本気出していくみたいな感じでいいと思うんだけど。 であとは芸人さんと一緒でこう頼まれた時にちゃんとやるみたいな感じのでい,、ねうん、いいと思うんですけどやっぱりちょっとなんかただなんかカフェの BGM とかでこうちょっとこう体大きめで動かされても <laughs> やっぱりちょっと困っちゃうじゃないですか座っててねそそそうそうそう<あ> <laughs> この曲あれじゃんみたいな。やってる って言わなきゃいけれいからめんどくせえなーってなっちゃうんですこっちとしては。あ,あ,あダンスやってんのって言ったあーでも長くなんだこの話クソだりな,ーなーこいつに興味ねえしなってなっちゃうわけですよ。あるね。そう思わせちゃうとやっぱりどんなダンスが上手くてもその人の魅力っていうのは半減しちゃうわけで、うん、やっぱりそんなことできるんだぐらいなところまでやっぱ引っ張らないとちょっと厳しいですよ。で手品なんかも基本的には人生の中で。うんうん 自然な流れで出しておおってなったっていうのは2、3回でいいと思うんですよ。そうだね。うん、そのためにね、編集<う>したゃいいと思うんだよね。そう、そのために、えー、すごいってなる自然になったっていうのが、うん。ほんと、普通にまともに生きてたら3回ぐらいじゃないかな。そうだよね、うん。うん、それ以外はみんな、うわー、手品しちゃうんだ。あー、出たよってなる、ね。そう。になっちゃってるから。 やっぱり特技を持つっていうのはいいんだけどもそれを上手に使うっていう方法の方がはるかに重要だよねそうだね愛されるためにはだから自分で納得できるだからとこをで範囲でやっとかないと人に見せよう前提で一生懸命頑張っちゃうと人を見せることが目的になっちゃうからそうある意味ですよだって 無料でそれを披露するっていうこと自体がもう批判されないんで、確かに。はいあのー、ずるいよね。そう、るずるいんですよ。<laughs> そんなに披露したいんだったら、ちゃんとお金を取って、つまんなければ怒られるリスクを取ってやんなきゃいけないんですよ。はいはいはい。はい、だから、そう、ゲイとしてやるんだったら、そんなふうにゲイとして見せてくるんだったらですよ。こっちもしょうもなって突っ込める。 関係性を作んなきゃだめですよ。そうだね。あのそれで怒っちゃだめだからね。そうそうそう。それをですよ、無料で見せられたら、わあ、すごいって言うしかないわけですよ。言うしかないのそう。それはちょっとパワハラ的なとこあるよ。そうそうそう、本当、手支払ですよ、もうと。うん、マジハラです、マジハラでどっちがいい手支払とマジハラ、どっちがいい うんマジハラの方が浸透しそうだね。<laughs> 今回は俺の勝ちじゃねえ。マジハラっぽいもんだ、ね、ちょっとね。マジハラって。<laughs> でもマジハラっていうとマジのハラスメントっあ<ー>とかちょっと取られやすいからな。何ょっと。<laughs> <laughs> じゃあこれどっちへやるかはちょっと今度マジック対決でや。やっぱ見せたい。ああ、練習してるな。 <laughs> ではそろそろ時間がすで逃げたな、えー、逃げたなイリュージョンでトロンしたいと思います <laughs> <laughs> ありがとうございましたロン完全に練習してるな <laughs> ご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします